どうも、ひよりんごです。今日の動画は、私流涙袋を作っていきたいと思います。まず使うものが、じゃん。これ1本なんですけど、エチュードハウスアイライナーを使っていきたいと思います。目のアップにしていきます。はい、まずですね、普段メイクはもうしてあります。そこに先ほどのエチュードハウスのこちらですね。こちらを塗っていきたいと思います。このアイライナーなんですけど、ラメがピンク色っぽいんですよ。そこがすごく可愛いんです。しかも塗りやすいんですよね。涙袋はキラキラしてた方がなんか女の子っぽくて可愛いので、私は涙袋にラメを塗るのにハマっています。こんな感じですかね。ただ塗るだけで涙袋のところが強調されて女の子らしさが増すので、私はエチュードハウスのアイライナーを使って涙袋を描いています。はい、今日は私流の涙袋の描き方をやりました。本当にね、塗るだけで簡単なので、エチュードハウスのディアアイライナーをよかったら試してみてください。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。涙袋。